結果発表ということでね、始まりましたよ。ついに結果発表の時間がやってまいりました。なんだったっけ 実はね、結構時間空いてから今見始めてるもんでね、なんだったっけ、雪風を食べて運を上げて、一等と、で、勝本か。一等で勝本ということでね、これでもう絶対ちょっと当たるだろうっていうね、まあ、必勝法でね、買いましたんでね、これ当たってるはずだというか、はずじゃないです。もう当たってるんですよ。当たってるんですよね。もう分かってることなんで。なんでね、今日はそれの確認です。発表というか確認ですね。ということでございますね。まあ、念のためね、確認もしとかないとね、これはね、ちゃんとね、現物をちゃんと確認しないといけませんから。ということでございますね。まあ、ただね、もう気分はもう当たってる前提なんで、今日はね、もうちょっとね、お弁当もね、ちょっといいやつにしましたね。598円のね、なんだ、道産豚。道産ですよ。道産豚の、十勝名物の豚丼ですね。に、もう、こんなね、ギガ盛りでね、もう餃子もね、売っとったでね、売ってきましたしね、もう、手羽先までね、売ってましたしね。で、ちょっと体のことも考えてね、ちゃんとカーボチャミとかね、ひじきとかもね、買ってきてヘルシーさ感もね、出しながらですね、もう完璧です。もう今日パーティーです。もう、お祝いですから。だって当たってるんですもん。当然ね、今日ね、買い込んできた額に4000円ほど買い込んできてますからね。酒もね、しっかりと買い込んできてね、もうパーティーですよ。パーティーです。だって当たってるんですからね。今日はね、その当たってるのを、一応念のためね、皆さんの目の前でね、私もまだ見てないんですけど、ね、もう当たってるのをね、当たり前だったんで、まだ確認するのを忘れてたんですよね。なんでね、これね、当たって、どういうね、引き落とし方法なのかね、そのあたりとかもね、説明とかをしながらね、実際にそれをね、もしね、銀行に行ってるからね、信用金庫かな、新人さんでやってるって言ったから、信用金庫に行って、口座に入れてもらうからね、まあ、何せ1000万当たってるわけですから、1000万ですからね、となると多分現金でその場で入ってね、渡されるわけじゃないと思いますんで、とね、口座に振り替えとかになるのかなと思います。そのあたりのね、ドキュメント番組ですんでね、今回は。当たってるはずなんでね。まあ、一応念のためにね、ちょっと食べながら確認の方をね、していきたいなと思いますよ、というわけでございますね。よいしょ。前回ね、そう、キャプチャーがね、うまく取れなくて、してなかったんですけど、トトというよりは、あれですね、aupay とか今使ってるんですけど、paypay とかも多分同じ機能がついてるのかな。バーコードのところで、スクショとか、いわゆる録画が、画面録画ができないような規定になってるらしいんで、セキュリティ上ですね。っていうことで、勝手に消えちゃうもんで、それができないんで、そのあたりちょっとね、どうしようかなってことをね、今ね、模索しながらね、ちょっと時間が経ってしまったんですけどね。まあ多分その、バーコードのある画面さえ避けとけば、いけそうかなということなんで、それでね、ちょっとやってみようと思います。ではね、早速パーティーしながらね、やっていきましょう。さあ、ということでですね、晩酌の準備もできました。もう祝勝会の準備はね、もうできてますんでね、もうね、だってもう祝う気満々なんでね、ですけどね、ここの画面からどうも撮れるみたいですね。大丈夫そうなんで、このままね、やっていきたいと思います。これ、オープンのところの、一番最初にバーコードができるところか、その他だったかな。のところ、機能の、一覧とか、その他のところを開くと、こんな感じでいろいろと入ってます。ふるさと納税とか、他にもね、松屋のテイクアウト、これね、意外と便利なんですけどね、とかがいろいろありますけど、その中に、ね、トトがありますんでね、これを選んだらいいですよ、ということでございますね。で、そうすると、こういった、購入する画面に来ます。で、まあ、今回はね、購入ネットはね、前回で説明しましたんで、あ、こんな感じなんだなっていうのをね、改めてちょっと見てもらったら、今回はここから、当選確認しないといけないわけですね。ですので、そうするとね、どこかな、どこだったっけな、下の方にあるのかな、と、あ、マイページですね。一番下にあります、マイページっていうのが、このマイページっていうのを押してありますと。パスワードも入力しましたので、これでログインをしてありますと。そうするとこんな感じで、結果のやつが出てますね。前に買ったやつが出てきてますね。大丈夫そうですね。では、これちょっと見てみましょう。6って買いましたからね。さあ、購入の仕方9日で、ちょっと1ヶ月近く経ってますけど、では結果の確認をしてみましょうか。詳細を見てみましょう。ポチッ。惜しいってなってますけど、これあれか、1000万のキャリーオフに足りなかったってことかな。
当選合計金額は6800万ってなってますけどね。あれおかしいな。1等が、6地出たのか。なるほどね。はいはいはい。それ、600万になったからね、あなたのね、当選が1000万じゃなくてごめん。600万になっちゃったよってことかな。そういう意味かな。購入内容で、と見てきて、見たところ、一口目がよいしょ、予想結果が、黄色くなっとるところが当たっとったところってことか。そういうことか。黄色いのが外れとるのかな。違うかってことは、これは一個しか合ってなかったってことかな。なるほど。あれ、そっかそっか。まあまあ、6口買ってますか。一口当たっとるよ。一等やったらね、ということで。6口全部当たっとってるとか、そういうわけじゃないっていうね。どういうことなんですね。そういうことか。いけないですね。二口目が、これでも結構ついてたんですね。で、1、2、3。札幌線、札幌都市、岩田、岩手、秋田は当たったけど、半分くらい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6、半分も当てないのか。なるほどな。あれおかしいな。3口目が、だってもう押しって書いてますもんね。これ当たっとったら当せってなる。あれか。惜しいっていうのは見ても意味がないのか。で、あれですね、隠れとるところに実は値が潜んでるんでしょうね。そういうことか。そこに1等があるってことですよね。これ、これ結構、1、2、3、4、5、6。6当たっとるってことは半分以上1本のか。なるほどね。何口外れからあるんかな、これ。4等やから1口外れ、2口外れ、3個外れまである感じかな。で、これが、1、2、3、4、5個外れか。なるほどな。なるほど。で、これは惜しいってなっちゃったから、もう外れてますよって言っちゃってますもんね。で、この4口目以降にね、ちゃんとやっぱあるんですよね、1等が。1等のくじね、早く見せたいですね。あれ、黄色くないな。おかしいな。5口目かな、これかな。なんか残念。一等じゃなかったよ、残念。一等、でも一等のはずなんだけどな。一等しか当たらないね、番号かけたはずなんですけどね。くじを本気で見ると、おっと。おや。引くだけか。おや。最後のところに引くのかな。なんか残念って文字が見えるけど、3、1、1、試合、1、1。一番上に、これ3だと11、11分の3ってことか。そこで分かっちゃうのか。今気づいたわ。なるほどな。当選結果確認も取ったら、あれってことは、これは、ゼロか。あれか、ゼロカロリーみたいな感じかな。6時買ったけど全部外れてゼロカロリーみたいな感じかな。おい、どうすんだよ。もう買っちゃったよ。4000円分買っちゃったよ。どうしよう。いや、これだったら、あれだよ。20円の、20円の、焼きうどんでね、食べてね、これの分ね、追加投資してしまうか。というか、いや、とか、これね、もうすでに、取りに行っちゃったしね、ゴールデンウィークなんでね、今、ゴールデンウィークに撮ってるんで、すでに、撮影で、すでに経費も使ってしまっとるし、
まずくね？あれ？あれ？あれ？おかしいな。おかしいな。あれ？おかしいな。おかしいな。ってことは、あれ？単純にロックティブ薄って、ぬか喜びでなんかいっぱい4000円分パーティー買っちゃった。一人で4000円ですからね。居酒屋行ったみに、あ、てかまあ、こんだけ量食いますからね、あれなんですよ。うん。あれ？やばくね？まあ、ということでね、今回は、ちょっと、残念な結果というふうになりましたけどね。まあ、またね、ちょっとね、折りを見てね、多分ね、ちょっとね、組み合わせが良くなかったのかな。80だと、ちょっと山田さんだとダメなのかな。なんだ、解任にするのに、観光では、合成じゃないですからね。まあ、上げるってなると、あれか、解剖官ちょっと持ってこないといけないのかな。ああ、なるほどな。そのあたりの部分を足したりとか考えないといけないのかな。ちょっとあれですね。ちょっと計算式間違えてたみたいですね。なんでね、まあ、今度はね、ちょっとね、ちゃんとまた見つけてきます。これなら絶対当たるっていうのがね、あるはずなんでね。だって当たってる人はいるわけですよね。今回ブロックで当たってるわけですからね。ってことは、どっかにあるはずなんでね。ちょっと改めてね、それをね、ちょっと、思いついたら、またやってみたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。てか、買いすぎやろ、これ。どうすんだよ。一人で来んだよ、ほら、これ。うん。